ドライブクレイジー。はい、こちらたかしです。それじゃあ本日はこちらのゲームの続きをやっていきたいと思います。こちらのゲームは軽トラに乗り宇宙人からの進行をまあ避けるとか逃げるとかいうゲームですね。じゃあ始めていきましょうか。なんでステージ7ってあるんですけど、まあ、このゲーム今早期アクセス版でステージがね確か10ぐらいまでかな。なんで7、8、9、10とやっていきましょうか。軽トラを吸い込まないでくれ。どういうことでしょう。今度はなんだ？なんでしょうか。前回はヒグマが多い。おお！全自動掃除機、そういうタイプ？本当に掃除機、ルンバとかの形じゃないんだね。ああ、はいはいはい、そういう壊し方するのね。壁に押し付けるのね。了解です。覚えておきましょう。どうやって、WSD だ。そうだ。矢印じゃなくて。了解です。で、そうだ。マウス操作もあるんだ。ちょっと思い出さないとな。これが何でしたっけ？ちょっと待って。ちょっと面白そうな場所見つけちゃいました。なんで戻らせていただきます。カタリン走行、サイドブレーキ、はいはい。で、ニトロがシフト。あ、オッケー、これ、思い出しました。全操作を。それでは行きましょう。駅の中行けるんですね。右だあ、なるほど、そっか。これで、あ、待って。これ、押し付ける、押し付ける。おし、来た！早いね。このぶつかりそうな時に片輪走行したらさ、もしかして、いい感じに曲がれるん、思ったやつと違う。正面衝突。俺のやりたかったことはそうじゃないんだ。ちょっと、その操作を確認したいね。で、こう、あれ？いけないな。思った通りに。あ、また、うお、ミサイル！ミサイル！危ない！ぶつかった！あ、大丈夫ですね。あれ？進めない。ちょっとね、やりたいことはできませんな。その曲がるときに、サイドブレーキからの片輪走行でこう、これ、こういうことで、これがスムーズにできたらいいんだけど、できなそうだから合わせてるよ、これは。ニトロ。これはただの、あれですね。一気にスピードアップできるってやつですね。また来たね。これ片輪走行のときでやった方が早いね。片輪走行で。てか、壁走った方が、速攻剥がせる。階段受けないのか。で、ここは、なるべく柱を壊した方がいいんだよね、多分。破壊で得点が入りますから、なるべくね、物は壊そうっていうゲームですね。で、こうで逃げる。ちょっとスムーズにいかんな。掃除機また来た。でも、こんなんでさ、吸い込まれないもんな。穴がちっちゃすぎる。あれ、いてていてていてて、なるほど。食らっちゃうんだ。はあ、ちょっと厄介ですな、掃除機。まあでもあんなちっちゃい掃除機吸い込もうなんてね、軽トラ吸い込まんて、生意気ですね。とりあえず行きましょう。外に出ましたね。よーし、行きましょう、行きましょう。でももうちょっとだと思うんだよね、時間的に。結構、一ステージ3分ぐらいなんだよ。で、今どんくらい経ってる？多分3分ぐらい経ちますから、もうちょっとで、よーし、体当たりで破壊。こうやってそうだよね、こういう機能でね。もうちょっとでゴールだと思います。順調ですね。ここは。おし！あっぷんねどっちつかずで前悩んだから真ん中ぶつかっちゃった。で、これは、片輪走行で、壁走りたいんだけど、ちょっといけねえな。あ、来た。俺今床で、床であいつ剥がした。そんなこともいけんか。床でいけんね、これ。おっしゃー。ざまねえぜ。こっちね。ちょっと、上野っぽいなと思ったけど、全然上野じゃねえな。フリー駅って書いてた。フリー駅。よし。なかなかいかんねえ。で、あれ？あ、そっか、曲がんなきゃいけんだ。なるほど。改札ちっちゃ。改札ちっちゃ、小人サイズ。お、これはさ、なるほど、線路を走れる。全ジールの夢ですもんね。線路を軽トラで走るっていうのは。行きましょう。こんなとこまで追いかけてきたな。おーし、よし、行け行け。あれ？あ、来た。お前、あれ？こいつ全然、おしか。全然剥がれなかったね。あんなこともできんだ、住まい場所だと。左右に飛び移ることができんだ。かっこよかったな、軽トラ。やっぱ軽トラは、最強の乗り物なんだね、名実ともに。おー、ミサイル来てる。これは、2頭で避けたかったけど、ちょっと、狭い、いた、あーつー40%めっちゃ暗いじゃん。あの狭い空間にどうやって探す、あれ、避けんの？え？待って、これどっち、
とりあえず線路行きましょう。これで、あー来た、おら、剥がれろ剥がれろ、いやーまあこっち来た、あーして剥がしま、おーおー、おびっくりした、落とされた、え、なんだなんだなんだ、え、これ抜けれる場所あるの、これもしか、え、あそこ抜けれない、うん、大丈夫だと思う、急展開、あぶね、あ、こっちだ、もうちょっと、あ、いや、いって、え、再生した、軽トラが再生した、え、あ、なるほど、昨今の軽トラは再生するもんなんだな、あー、なるほどな、どこの軽トラだろう、日野かな、すごいな、じゃあ軽トラ乗ったら最高じゃないですか、車直す必要ないもんね、もしも傷とかさついて気になったら爆発させれば再生するもんな、全部、そっか軽トラか、その考えはなかったな、次の車軽トラか、これ今ムービーですね、あれこれ同じじゃない、これもしかしてリトライ押しちゃった、まあそれでは気を取り直して次のステージ行きましょうか、お次のステージはお祭りだっていうステージですね、祭りだ祭りだ祭りだと北島三郎、なんだろう、パラパラアンテナだと思ったら全然違えわ、よく見たら祭り、なんか内輪に見えるってことかな、あれが、とりあえず進みましょう、トップスピードで、うえ、避ける必要なかったな、あの場所は、とりあえずここら辺は常識通りに進んでいけば大丈夫かな、なんか変な音、ストップ、ちょっとなんか録画ミスしそうだったからストップした、怖いって本当にそれ、多分画面がいっちゃう時あるんだよね、多分マウスが、そのせいでね、さっきのバラーンバラーンバラーンって音が鳴りましたね、怖いんだよ本当それ、よし剥がれろ剥がれろ、よし来た、俺なんか突き抜けてった民家を突き抜けてった、すみませんな民家皆様方、この世界はちょっと人いないんだよね、そういや、だから宇宙人が最初にボタンを押して全人類をキスみたいなボタンを押しちゃったんだよ多分、あー怖い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 、これえこれ攻撃した方がいいんか、熱線当たってるな、でも全然追いつかない、あー消えちゃった、なんかそういうボタンを押したんだよね、なんかドラえもんさ独裁スイッチみたいなやつあんじゃん、あれを押して多分全人類が消えちゃったんだよな、おちょ危ねえ、でもうこの主人公はその宇宙人が落とした石が軽トラに積んで落ちたから、ちょうど落ちたから多分その石の力のおかげで消えなかったんだよね、主人公だけ、あ祭りだ、よく見たら本当に祭りじゃん、ヨーヨーフランクフルト焼きそばたこ焼き最高ですな、俺今年こそは祭り行きたいと思ってんだよな、あ、ダメだった。お社は崩せんか、さすがに。神社仏閣は崩せなかった。お祭り行きたいんだよな、今年こそは。もう4、5年行ってないからさ。なんかもう、屋台を楽しみたい、祭りというよりは。屋台だけでいいから楽しませてくんないかな。え、すごいとこ行ってる、俺。なにこれ。すごい浴衣してる。ハリウッドだ、かっけえ。危ねえ、危ねえ。避けろ!これ食らってんか、俺もしかして。当たってる、熱線が当たってる時、あいや痛い痛い、危ない危ない、わかんないな、綺麗に避けてるはず、あーこれダメなんか、危ない危ない、ななななななな、どこにいんだお前、お、そこか、怖い怖い怖いいやー楽しいね、真ん中を神の通る道を軽トラが通る、まあ、軽トラ神の乗り物ですからね、通っても問題はないでしょう、よいしょー、まっすぐ行って、あ、これめっちゃ破壊できるじゃん、気持ちいい、綿菓子フランクフルト焼きそば、でもあそこ行ってばっか、あとそっか、なるほど、クラウめっちゃ食らってる、 30%、 なんでそんな食らう、やばい、また再生っていうか 0% なっちゃう、ニトロニトロ、あー危ねえ、ニトロあー怖い怖い怖い、あー奥まで行っちゃった、サイドブレーキとのさ、片輪走行間違えちゃうんだよね。よし、今ここだ。よっしゃい!ニトロ使って一気に、おお、また来た。
こいつ何なんだろうな。壊せない？壊したいんだけど。壊せる！うわあ！ああ、消えた！もろとも言ってやろうと思ったんだけど。ダメだったわ。ああ、ミサイル来てる。怖い怖い怖い。危ねえ！あれ多分当たったらさ、0% だったよね。サイドブレーキはこっちですな。よし、サイドブレーキ使って。こうか。曲がり方やっと分かったわ。ニトロ使うんだ、最後。曲がった瞬間にニトロ使ったら、スムーズに曲がれるってことか。いやー、勉強になるな。なるほどね。急ブレーキの後はニトロ使えばいいんだ。これ、教習所に書いてほしかったな、教習所の問題に。急ブレーキ、サイドブレーキを使った後は、ニトロでスピードアップするものである。丸か×か。もちろん丸ですもんな。これはもう簡単な問題と言って過言ではない。こいつの攻撃避けんのに道を忘れちゃうな。どういう道を行くかっていうのが。いい感じで進んでる。割と広いんだよな、道。で、多分これ、ゲームでよく酔う人とかだったらさ、ダメだよね、多分。今画面見れたらええでしょ。俺はあんまゲーム酔いしない体質だからさ、これ結構できてるけど。これ最悪じゃないか、もしかして。ゲーム、というかね。苦手な人だったら。あーってか、そっか、俺。なるほど、なんでリトライになっちゃったって思ったらさ、ここか、このせいか。俺、ステージ選択でやったからさ、そんま進まなかったんだ。なるほどね。じゃあ一回ホームに戻ってステージ選択で行きましょうか。これスタート行ったら多分そうだよな。あ、はい、そうですね。あれ ?Q がない。なにこれ使用あれ ?Q がないんだけど。どういうことだ ?Q がなくて10が発売、っていうか配信されてる。なんだろうバグが起こって今、消してるとかそうかなそれとももともとそういうやつだったんかな早期アクセスで。ステージ Q はまだ制作途中っていうか。ちょっとこれクリアして見てみる？おい、ちょっと。じゃあ次へ見てみましょうか。これで10に行くか9に行くかだよな。いや、面白いね。あ、10だ。やっぱ9がないんか。じゃあ海に行きましょう。海だ！しばらく海見に行ってないな。海なんて。いつ以来だろうな、海。しばらくぶりに見れるね。ステアリング。こっち？あ、こっちか。こういうことね。オッケーオッケーオッケー。で、なるべく、物は破壊していくと点数が高い。危ねえ！あー、さっき学んだのにな。サイドブレーキからの、片輪走行っていうの。あ、ミスった。こうか。あー、待って、ずっと、いて！ちょっと、あんまり行けなかったら片輪走行であいつを落とすっても手なんだよな。床に、こすりつけてね。忘れてた、それを。スピード、おおおおおおおドローンがこ、危ねえ！さっきのちょっと上手かったでしょ、わかんない。こうね。よしよし。いいか、おー、なんでこれ、あー、痛い。どう避けんの、あれ。あ、なんかこれを、あ、こっちじゃない。片輪走行か、これは。これで壁を歩けば、あの高さになんないもんね。で、あー、ちょっと曲がり、遅すぎたね。早すぎたか。よしよし、いい感じ。これ外が、いけんか、こっちもいけんか。よし、待って。こう！楽しい！あぶねえ！ぴょんぴょん！よし、来た！楽しいなぁ、ほんとに。あんなこともできんか。よしよしよし。あんなカートゥーンアニメ見たこともできんだな。よしよし、進め進め進め。どっちどっち、どうしよう、いた。まただ、どっちつかず。攻撃、攻撃。これは端っこ攻撃。キャ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 。上がれ！おーしよし、いい感じだね。ステージ10だからこれで終わりだよ。もっと、なんかもっとステージ欲しいな、これ本当に。楽しすぎんね。ケータ、避けろ！危ねえ！おーし、いい感じ、いい感じ。いいよ、いいよ。進めてる、進めてる。多分、おほほほほ。危ねえ！いつの間にか思い切ってた。こ、あれ、ああ、これだとダメか。俺が、正反対にボーンと押したことで、あいつを破壊できたみたい。
あんな破壊の仕方もあんだね。これ逆走ってない俺。強制？俺一周しちゃったもしかして。あれ？あー合ってる？これが来たってことは、道合ってる？さっき矢印逆に走ってるからさ。逆だよな、あれ？待って、よくよくよく。あ、やっぱこっち？あ、待って、こいつ、こいつ壊せ。やっぱこっち？俺、逆走ってた、やっぱり。あのトンネルで俺間違えちゃったんか、じゃあ。正反対やっちゃったんだ。ここでさ、あいつ出てきてくれたら嬉しいの。あ、ここね。なるほど、やっぱ逆になっちゃったんだ。ほら。あいつ来てくれよ。マリオカートだったら逆になった時わかるでしょ？あいつの名前出てこないんだよ。なになんだっけ、クッパじゃねえよな。クッパじゃ、あの雲乗れないもんな。あいつ来てくれたらわかったのにな。ふう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 ってね。あめ、上から狙われてる。あめ、避けろ避けろ。よしよしよし。ここなら安全だね。全然全く違う方向でやった。前方的です。あほー、食らった食らった。こ、よし、壊せ。こいつはなるべく早く壊そう。ハンドルをミスしちゃう。ハンドルミスを。よし、いい感じ。あ、え、なに？なに？え、大丈夫？あお！なに？これ、オッケー？ギャー！なんか、何が起こったかわかんない。これ、上走ったらどうなる？あー、上走ったら戻されちゃうんか。山の方から行けないんか。なるほどね。あー、危ない危ない危ない。受けた？あ、家だった。壊せると思ったら家だった。家は壊せないんだよ、さすがの軽トラも。両親がいてもから壊せないんだよ。それがなかったら壊せんだけどね、軽トラでも。あ、これはこよし、オッケー。こうだね。これで避けよう。これが多分一番賢い避け方。よーし、よしよしよし。こっち？何？え、逆？え、どういうこと？こっちってどういうこと？とりあえず道に沿って進む。おー、なるほど。こういうことね。運転しづらいな、狭くて。登っちゃう、登っちゃう、登っちゃう。あ、なるほど。上から行くってことか。太陽光を。よし！気持ちいい！俺のケツは問題ないぜ。強いからな。鍛えてんだよ。ケツだけ。よしよしよし。いいね、いいね。あれは当たった。あ、これか。これやっぱりこれで避けんだね。説明が出たってことは。これもっと上行ったら避けれる。もっと、もっと。登れやーべ、ここ、さすがに壁壊れちゃったからな。いけない、あ、いけるか。やばいやばい。早く登れ。あした間に合った。これ、もうちょっと上だよな。あ、あ、そこまで来ないじゃん。あの、注意のとこまで来ないじゃん。普通に走って大丈夫だったじゃん。よしよし、いい感じ、いい感じ。俺がこれ乗ったらすぐ酔うな。あ、ゴールだ。早いね、今回。次は押してみる？この先あるの？なさそうなんだけど、俺の感じだと。じゃ、早期アクセスの感じだと。じゃ、10ステージあるってことは、11もなんか9がない感じで。あ、え、あー、なるほど。そういうことか。飛ぶんだ。絶滅危惧種。うわ、じゃあ11、12、9と気になるな。お、雷。何？エネル？やはーっつってる？竜！竜！絶滅危惧種どころ、うなぎ、あ、絶滅危惧種だ。電気うなぎ、うなぎかーってあんないでしょ。電気うなぎかーってなるの。あー、これヒグマパターンか。怖い。あれ、こう、どうやって攻撃するんだ。うおお、怖い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 、なにこれ、すっご。へえ、思った以上。え、当たんなくないこれ。当たんない、当たんない。あ、顔攻撃しないとダメなんかこいつ。そういうことか。今、うなぎの中にいます。同窓会はいけません。全然あいつの顔の方はいけないんだけど。道路走ってないからな。道路走って、でもうなぎの顔までいけなくないこれ。これを食らわすんかあいつに。落雷をさ。危ない！この落雷はどっちが食らしてる？あ、でも、宇宙人がこれ大きくしてんか、多分。だから全然攻撃当たんないわ。あいつピンピンしてる。ね、土曜の牛の、お、危ない。土曜の牛の木も、ちょっと前にありましたもんね。だ、あ、いて、え、難しい。ミサイルよりも受けづらいな。なんか、感覚がつかめない、距離の感覚が。うわぁ。
生意気だな、なんか。うなぎのくせに生意気だ。あぶね。ドリフトあれ。あー、登ってっちゃった。あぶね。落下物って何？何を、ラインが落下してきた？うなぎ？よーく見よう。うなぎだ！シェイキ！もうくるくるしたんが来てる。いた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 ！いた！あ、カーナビが。なんかもう、最後の若いみたいな言葉言いながら再生中です。する。あ、暗い、暗い、いてててて！暗い、よけな！よけろ、よけろ、よけろ！いたいたいた！難しい！これもうどうやってよけんの？あぶねえ！やばい、全然うなぎ狂わせらんない。早く壁焼きして食いてえのにな。いや、すごいな、これ。今だ！あー、なるほどね。やっぱりそういうことか。うなぎが真上にいる。大丈夫これ。これ怒られない？うなぎに。いや、でもうなぎ。ちっちゃちっちゃちっちゃ。あー、なるほど！いって！あ、なんかちょうど暮らしたみたい。あらか！離せ！ちょうど後ろから来たうなぎ。いい感じだったね。いやーでもこれうなぎ攻撃するの難しいな。さすがに俺無理だな、これは。いやー、なるへそ。あ、来た。こいつどうやって、あーこいつやるために片に走行しようとしたらさ、道を逸れちゃう。あー、いるな、うなぎ。あぶねー、おもしろ。前から来てる。あ、なるほど、そっから出てきたのね。よし、あー、ダメだった。ちょうど当たらなかった。もうちょっと早く行けばよかったんか。ニトラの一瞬で使ったら当たったんかな。よし、来た。うなぎの体の中から攻撃できるんですね。かわいい目してんだ、それにしよう。ほら、今だ。あ、早いな、うなぎ。うなちゃん。うなちゃん、早いよ。いやー、でも、ヒグマより難しいな。まあ、そりゃそうか。さすがにね。いてて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 、なに、平石、いててて、平石に黙った？そういうこと？おら！くらえ！よいしょ、あ、天気予報です。ところにより雷が降るでしょ？ところにより雷避けられた！おい！あー、怖え！あ、ミス、やばいやばい。あいつの本拠地、うなぎ。いやいやいや、こいつこいつこいつ、あ、止まってる止まってる。あ、え、避けた。あ、顔、あ、はい、おぶねえ。後ろからそれくんの。いやいやいや、そら聞いてないって。これ大丈夫か。あ、大丈夫。左ですか。了解です。どこにいんだ今俺。あ、ここね。なんか雷見えんだよな、雨が。なぎちょっと遅く、あ、おぶねえ。え、なになに、ガン！それは聞いたよ、その攻撃は知らない。うなぎなん、うおぉ、危ない危ない。うなぎってこんなに神様的な力使えんの？ゴッドうなぎ。竜よりもすげえ。危ない危ない。なんか、鯉がさ、滝登りしたら竜になるって言うけどさ、うなぎになった方がいいよ、多分お前。竜なんかよりも。うなぎの方がかっけえって。あ、雷、雷。ところにより雷が降るでしょ。危ねえ。天気予報すげえな、この世界。うなぎが並走するでしょとか言わない、天気予報。あ、危ない危ない。ところによりうなぎが降るでしょ。危ねえ。ふぅ、空中系。空中な、空中戦意味ないんだよな、でも今回。よいしょと。軽トラで空中戦っていうのも意味わかんないけどね。いや、でもな、これ結構さ、暮らすタイミングがあると思うんだよ。うなぎ。結構長いしね、ステージ自体が。でも無理だな。ちょっときつい、ちょっときつい。今、あー、今当てられたき、ほっほっほっ。あー、しきた。そうね。クラーズ、だって、結構そんな当たってないんだけどさ、高時点でも3回じゃん。ん？じゃあ3回じゃないか。高時点で、こんなに暮らしてんじゃん。っていうことは、2回。ってことはさ、まあ、倒せそうだとは思うんだよね。でもね、無理だよな。もう一回やってみるか、でも。とりあえず。おー、イカズチ！暗い！いた！
ういうことあるか。おお、そっち。遊戯王のさ、5Ds みたいだったね。まあでも結構減らしてるもんな。あと3回ぐらいだもんな、正直言って。あと3回ぐらいだからさ、最初の方にさ、食らわしてたら、いけたとは思うんだよ。もう一回言いましょうか、これは。多分、このまま終わっちゃうよね。危ね、危ね。このまま終わっちゃう気がするから、もう一回だな、これは。危ね、危ね、危ね。心によりの雷がすごい。すごい、すごい、すごい。あ、来た！よし！こういうの、こういうの。あ、て、天気予報、遅い！天気予報、遅い！言ってから言うな。それ予報じゃない。確定した情報だから。いてもうちょっとじゃ、あと、あれ？あ、あと2回か。でも、そこまでだよな。もしかして倒すまで続く？これ。危ない！倒すまで続くならありがたい。気持ちよく終わりたい。俺も。くらい！あそこが顔だ！はい、ファンサーちょうだい、ファンサー。顔、目線ちょうだい！目線！あ、足取れた。いやー、この、あ、待って、まだいる、お前。ちょっと、いい加減、話せ！おら、おら、おら。よし、来た。目線ちょうだい！ファンサー、またお前！ねえ、こいつ、この野郎！ああ、ああ、ゴール見えちゃった。いやー、これはもう一回だな。まあ、とりあえず、ストーリー見ましょうか。なるほどね。お待ちくださいってことか。とりあえずちょっと、うなちゃんもう一回ね。いけそうだったな、案外。でもラッキーショットが結構あったからな。うん。ヒグマ倒せなかったから、これは見たい。ヒグマはちょっと短かったもんね、ステージが。でも、うなぎステージ長くてさ、割と、出てくるタイミングも多いですし、いけそうだったな。いやー、ダメだ、倒せなかったなー。まあ、しゃあないか。いやー、難しい。ほんとに難しいね。それでは、ドライブクレイジー実況しました。いやー、ほんとに難しかったなー。倒したところ見たかったなー。まあでも、それは、皆さんもプレイしてみてみて、その先の景色を見てみてください。いやー、面白いゲームでした。早期アクセサーなんでね、これからどんどんステージが追加されていって、もっと面白くなりますね。そう、早期アクセスがアップデートを待ちましょう。それではまた次回の動画で。バイバイ。